東洋野球整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は群発性頭痛についてお話ししたいと思います。群発性頭痛、この症状もですね、東洋医学が非常に、得意な疾患のうちの一つですね。東洋医学からすればですね、群発性頭痛のような症状の方はですね、この長い歴史の中にいくらでもいたんですね。東洋医学っていうのは日本国内でもう1400年以上の歴史を持って治療してるんですね。その1400年の中でたくさんの方が群発性頭痛だったわけですよ。でそういった方をどのようにすれば治るか、どのようにすれば改善に導けるかというのがもうすでに、治療経験済みなわけですね。でその治療経験に基づいて治療すればですね、かなりの確率で、改善しますね。私はですね、この群発性頭痛の患者さん来られたら 98% まで改善させる自信がありますね。群発性頭痛でお困りの方はですね、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めします。以上です。